7月28日水曜日17時を回りました水曜日人チ,チャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストジャメノスケとリクエストマングースをしろと。激だもんね金城リリーす。はいよろしくお願いします。はい,は,いはい。す<ー>。いや自由だな。<laughs> 自由。始まった瞬間席立ち出すし。<laughs> だからよ。差し入れは来るわでありがたいですけど。<laughs> は,いはい。

上にカラメルがもう焼けてますねめちゃくちゃ美味しそうですねアイスプリンっていうのがさめちゃくちゃ冷たいこのアイス本当にアイスクリームのアイスぐらい冷たいですよねめちゃくちゃ冷たい本当にこれはもう早く食べないとアイスですよっていうやつですね固まってますよね多分万代さんどうやって持ってきたんかなこれでもあのあれじゃないですか保存するやつもああの冷たいやつに入れて持ってきてくれてるんですかねさあということでじゃあ万代さんいただきますいただきますね あ、いや、もうどうせ、さすがですね。ソーシャルを守って、一言も喋ってません。いや、もう、どうせ美味しいんでしょう。バンダイさんが持ってきたから、どうせ美味しいんでしょう。一体美味しいんですよ、これは。さあ、ということで。はい、じゃ、まず、リエさんちょカ。カラメルがね。はい、焼けたカラメルから。らかなかなか取れない。柔らかいクリームが出てきましたね。いただきます。うわ、いいですね。ラジオでやっと伝えられる人が出てきた。うん、うわ。 まろやか。まろやか。この上のね、カラメルは、やっぱ焼いてるか、ちょっと、ちょっと苦味あるけど。はい中の、この、カスタードが。ちょっと。大人のあれですね。プリンみたいな感じです。だあらいいですね。万代デさんは、こんなの、どこで見つけるんですか。スイーツ。運転しながら。あ、こんなとこあるな、みたいな。いやですぐ入る。すごいな。これ、気になって、すぐ、なんか、この、できます。アンテナ張ってないと。気にならなくないですか。もともと、だから、スイーツ。 のお店ないかなってずっと見てるんで。スイーツ系男子ですからね。いやいや。ありがとう。ありがとうございます。ありがたいですね。さあということでじゃあ僕もちょっと食べようかな。食べてください。いただきます。あ早く帰るの。ありがとうございます。やな万代さんありがとうございまいやいや。ゲ芸名みたいになってるから万代さん。万代さんいただきます。あいす。やっぱこのカラメルの苦みとがいいですね。そのプリンの甘み。 そそううこれ好好ききななんんですよ大人あ好きなんだこの苦みと甘みとか辛いのと甘いのを食うのがこのちょっといいですねこ,この,このこ反対みいというか、うん、あのポテトチップス食いながらメロンパン食うのが好きだったんですよまた <laughs> 難しい例えしょっぱいのと甘いの,いのはい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 えコーヒーとか飲む,コーヒー飲むよこのブラックと要はケーキを食べるみたいな、うん、そうそうそうっていうのがいいことこそうですよ、はい なんかわかります。うん、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 う中でも大人な感じじゃない。この、やっぱり子供だったら、甘いのと甘いの、みたいな感じ。そう、そ子供だったら、もっと甘いの、っていうかもしれないね。そう、そう、そう。僕、結構舌が子供だから、それだけど、これ美味しいですね。美味しいですね。いいですね。マンデさん、ありがとうございます。夏にいいですね。うん。冷たいアイスだし。冷たいアイス、ありがとう。ありがとうございます。さあ、ということで。はい。ま ちちょょくく食べながらやっていきたいと思うんですけどもマングスさんバリ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 食ってるけどいやいいですねさあということで始まりましたね皆さんも来てくれておりますりなままさん来てくれてますリクエストのチョメのすけさんマングス大城さんりえさんこんばんは今日も暑い北海道からツイキャス見てます昨日から全国のローソンでブルーシールアイスバーのベニーモアンド黒糖が数量限定先行販売になってしまっ なったので見つけたら買いたいです北海道でも買えるのが嬉しいですとのことですねちょっともうよだれが出てきました美味しすぎてはい。読みながらよだれが垂れてくるんでいやいいですねブルーシールアイスバーのベニーマンド黒糖が嬉しいねいいですねで北海道もやっぱりちょっと暑いんですねそうですよね今日も暑い北海道から見てくれてますとのことなんでねさあ どうです？なんかこの限定販売のものとか見たら買いますか？ローソンとかで。ああ買います。だこの間、あのこのピノのアイスのピノのピスタチオアジアがあったのでこれ買いました。美味しかった。いやいいですね。いや僕も結構限定のもの買ったりするんですよ。そう。でローソンで売ってるようななんか結構あるじゃないですか。ローソン限定とかのなんてなんてこの真ん中にクリームがあってとかそういうあいのめっちゃ買いますね。僕もスイーツ系男子なんでね。 よ,よくさスイーツにさピスタチオ味あるじゃないですかうん、うん、チョコとかアイスとかかな、うん、あれピスタチオ味ってどういういや美味しかったよ<や>ピスタチオってあのピスタチオはあのピスタチオで食うから, <laughs> からサやエンド味みたいな俺からするとああいうなんか塩気のある味ではない。 ピスタチューでも美味しい。マンゴーさんの言うことめっちゃわかるんだよな。<laughs> <laughs> ね、なんかね、雰囲気でごまかして。なんか不思議な感じがするけど、でも食べたらさ、あれいけるって思うよ。あ、そうなんですか。私もどうなんだろうと思ってたじゃあ合うからやってるっていうことだ。そうですよいや、それはそうでしょ <laughs> 合わないけどとりあえず出しとこはなかなかないでしょう。ね、でもいろんな味もあるじゃないですか。その,あのピノってファミリーパックになると。 あ、ファミリーパックにしか入ってないアーモンド味っていうのがあるわけど、へ<ー>で、この一個ずつ袋に入れて,て、はいはいね、だからチョコとかミルク味とかあるんだけど、大きな箱に入ってて、そう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 、あれのファミリーパックだけにしかないアーモンド味、おい<ー>しい。<ー>しいなんかあるな、アーモンド味って。ちょっとあの薄い。 薄茶色いやつ、はい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 。あれはもうファミリーパック。あのファミリーパックのやつあのお母さんがあの冷凍庫に入れてて開けるまで取れないから開けたら黙って取っても二三個だったらバレないから開くの待ってたんですよねあれね。お母さんなかなか開けないんでねあれを。 でうちのお兄ちゃんはあのそういうのビビらずに開けるタイプなんで、お兄ちゃんが開けたら密かに僕もとれるんですよ。先に開けた人の負けっていうか。負けなんですよ。そう。でこれ誰が開けたのって怒られるのはお兄ちゃんなんで、で僕はもう食べてないことにできるんでね。本当お前はそういうところ。いややめなさい。僕そんとそういうところ急に説教やめなさい。誰かが開けての自分もとっといときながら誰が開けたつったらあいつが開けたってそんな言い方しないよ。黙ってる黙ってるけどバレたらお兄ちゃんだよという話ですからね。あなんか万代さんがまあジュンク堂でベンビーさんの C D っこちら、お笑いじわですね <laughs> 出してるんですよ、ベンビーさんが。んさあということであの今週というか、まあ、この間の土曜日ですね、うんまあ、ちょうどライブがありましてそのライブで、まあ、先行販売というか、うん、もうベンビーさんの,その CD も販売してたんですよ。うん またいい曲でね。でねはい、大城隆文さんもこのやってくれて。めちゃくちゃいい、あのう、ベンビーさんのネタが。あの曲になったりしてるような。一度ベンビー会でもちょっと流れましたよね。そうですね。流して。そう、こんな曲になりますので、っていうのが C. D. になったみたいで。今もうジュにもあるんですね。あ、はい、そう,そうなんだ。そうそ、ん、う、今ジュンでベンビーさんの C. D. 買って帰ります。ます,ね、すごいですね。昨日もベンビーさんなんラジオで、なんかちょっと。 アーティスト盲導ですねって言われてる <laughs> <laughs> ちょっとな恥ずかしい我らがベンビーさんを <laughs> 形から入る人みたいにな,な<あ> <laughs> 中身がそうですからそうですからもういやベンビーさんオールマイティなんで何でもできますからそんなそんな盲導入って昔からそうですからベンビーさんは。 い,やいいですねぜひぜひ皆さんにも聞いてほしいなって思って純ク堂にあるみたいですのでうん、うん、皆さんもまあもしぜひ、ね、買いたいという方がいましたら純ク堂の方でおお買いい上げよろしく願さあで、まあ、今回そのライブがもう久しぶりに会場を開けて、ね、このまあ一応、ね、この席も結構話,話して後ろの方とかもあの一席は絶対開けてみたいな座れるようにしてっていう状態で開催したんですけどやっぱりなかなか。 大変ですね皆さん、でも来てくれた方本当ありがたいですね、この緊急事態の中、一応感染対策もしっかりして、名前も書いてもらって、連絡先とかも全部書いて、それを天仏さんに提出して、2週間保管するみたいなのが、もし万一のためっていう万全の状態でやったんですけど、一応70人ほど来てくださって、大盛り上がりでしたね、配信の方うも見てくれてる方いまして、僕ら配信 MC を後半させていただいて。 配信 MC 選ばれた瞬間に企画には出れないんだなと思いましたけど <laughs> <っか S 1> 選ばれてないんだなと <laughs> すぐに分かりましたけどね <laughs> まあでも配信 MC させてもらえるだけでもありがたいのでね見てくださった皆様ありがとうございましたはい,、はい、はいえーということでですねうん、うん、え他にも皆さん来てくれてますねこのツイキャスの方ですねうん、うん、旧牛川シの俺さんあれチョメがいるチャンリエお風呂入ってこうねということで。 すすでよ円楽さんから「万代さんエア重量上げは?」っていうのが来てるんだけどそそっっかかちょっと見せてもらえればよかったなエア重量上げ意外とね長いのよエア重量かりとしっかりと全部やりますからイメージが自分の限界を持ち上げる感じなんでイメージ力のすごい人って本当に1 0 0キロ持ってるイメージしたら 1 0 0 k を持つ筋力を使うというそ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 れがだからすごいんでしょうね多分だけど自分が持てないぎりぎりを多分持ってると思うんですよだから最後まで持ち上げられないんじゃないのかなみたいな何キロか聞いてみたいな確かにこれで2 0キロって言われたらねそれ持ち上げてよみたいな感じになりますけどさあおそらさん来てくれてますこんにちはリエさん大城さんちょめちょめ様ということでさあありがとうございますえ えー、おそらさんから来週の差し入れを要求しているのですね。という来てますね。<laughs> この僕らのトークでね。そういうとなん、ね、甘いのと、えー、このま<塩>苦いのと塩系の,、ね、塩系のやつが合わさるのがマングさんは好きというだけですよね。<laughs> ええええ、マッチングがねいいんですよ。はいはいはい。これなんですもう運転するたびにキョロキョロしてね。<laughs> <laughs> 運転しだからお店見つける、ね、<laughs> そう。しょっぱいのと甘いのしょっぱいのと甘いのっつっ <laughs> さあいいですね。さあということで。はい マンダイさんから円楽さん忘れてたやればよかったですっていうの <laughs> もう優しいからマンダイさんはやられても困るのよこっちもまた<笑><笑>いや,いやでもありがたいですね、はい、そうでまあ、重量上げで思い出しましたけども、うん、どうですか皆さんオリンピックは見てますでしょうかちょこちょこ見てますねいやいいですね、うん、僕も結構見てますね、うん、なんかそんなになんていうんですかねめっちゃ注目してたわけではないんですよ、うんうん、けど 野球もね、ダル取りましたね、しかも大逆転だったの、分かりますものすごい、準決勝か、準決勝ぐらいで、めちゃくちゃ負けそうになって、ぐらいのやつね相手に、それぐらい知ってますよと、でももう決勝戦とかも、なんか先に取られたりとか、点数取られたりして、勝つみたいなのもありましたから、その中でね最後のマッチが、結構攻めてたよね。 あんなプレッシャーすごいと思うんですけどねそうあんないいですねでもせっかく取りましたからね日本すごいんだよね今この,メダ,の今結構メダルの量すごいですね今一応2位みたいですね、うん、このメダルの量で言ったら、うん、で金メダルが今11個、うん、で銀メダルが4個<ー>で銅メダルが5つで中国がまあこの銀と銅の割合でちょっと勝ってるからまあ1位ですけど金メダルの数は一緒ぐらいみたいな。 っていう状態だからすごくない11個取ってるっていうのがそのあの人間の形としてさはい、はい、日本人と海外の人ってさ、はい、もう大人と子供みたいな感じでさ体のサイズとかがでも僕もだから注目してるのが、まあ、僕サッカーめっちゃ好きなんでサッカー見てたんですけどなんか一昔前のサッカーだったら身体能力では勝てないみたいなだけどこの日本の細かい戦術とかで勝ってるイメージだったんですけどうん、うん、か南アかリカ アフリカだったかなどっかと戦ってる時平均身長が日本の方が高いんですよ。へえ、そうなんだ。しかもあっちが174とか5に対して日本が180ぐらいあるんですよ。へえ、そうなんだ。なんかもうイメージとちが違うような。日本人の体も進化してる。そして、どんどんなんか大きくなっていってるというか。しかももうこのサッカーもなんかこの見てて日本のサッカーじゃないというかもうヨーロッパみたいなサッカーするんですよ。やっぱ海外に行ってる選手が多いんで。 でこの南アフリカももうめちゃくちゃ強いみたいな、あメキシコかな、うん、メキシコがまあめちゃくちゃ強いみたいな言われてたのも倒したりとか、うん、まあしたりしてたんで、うんうん、めちゃくちゃすごかったですね。な日本の体の大きさもどんどん大きくなっていってるし。今日昼間もあの水泳で金メダル取ってたんじゃないですか女性？ああそうなんですね。ちょっとそこですね。ねチェックしてなかったけど。ねね、いやしかもあのスケートボードもそう。 かります13歳そう、12歳の女の子が金メダルとってあれも俺ちょっと思うんですけどははいい見た動画なんかさスーってカチャってスーっていって「はいはいはいよっしゃ!」みたいな「いきました!」みたいな「えええっえっえっはっ?」はて思って俺結構みんな思ってたと思うんだけど「えそれで金?」みたいなはははいいいでも多分あれ普通に滑ってるのとちょっとなんかこうサリンのさのかけた位置 そそそういううういのもあるんですかそうそうよくよく見たらこの前と後ろの車輪があるじゃないそれの,この後ろだけを斜めに,ちょ斜めにね持っ,ったりとかしてるからこれで保ったままこう滑って着地するっていうのがね多分難しいんだよねだからこの,この間かあの勝った男の子いたじゃないですかこのス,スケボーで,、うん、でこの子が結構もう,もう金いくだろうってなってっていう流れになってたから。 他の国の選手結構諦めて<ー>普通に滑ったりね。なるほど、<laughs> なるほど。その<だ>あ安定した。 逆にこけたりしないがまが銀を目指せるぐらいの滑りでいいやみたいなせめて金取るよりは安定の銀でいこうみたいなう他の選手たちがだからそのスケートも僕も最初思ったんですよだからこれはねどの程度のテクニックっていうか分からないなと思ったんですけどそれスローで見ましたあれスローで見た時にちょっとあそうあの回転してんなと思ったか足とか変な位置に置いたりしてんだなって思ったんだけどそれをさ オリンピックさん、みんなあのレベルかなと思ったね、俺、あれぐらい、みんながって、なんかよくやる、あんなのって、あ見ます、ストリートスケートみたいなののイメージをしたってこと、ガチャガチャガチャって回す、要はもう飛んだりとか、くるくるって回ってガチャンとかのイメージだったけど、あ普通に、すごいんだけど、あれもすごいんだけど、みんなあれぐらいでやるんかなと思ったら、意外とね すごいですね、金メダル。まあ、でも、あれは多分、ああいう競技みたいなの。ね、ってことなんじゃないのかな、うんそうそう。ストリートでやってるの、多分パフォーマンス的な、ね。 これを回したりしたら盛り方がすごいのに、うん、でも多分あっちの方がすごいんですかねだからそういうう,、ね、多分そういうここととなんだろうなだからまあ僕らがイメージしてるのはこの何ていうんですかねすり鉢状になってるようなところをスケートボードでこういってその上でなんかトリックを決めるみたいな、うん、っていうのあれの結構スケートボードってイメージだったんで、うん、僕も見ててシュンっていくだけなのが <laughs> ちょっとあれってなったのはなったんですけどでも。 やっぱスローで見たい、やっぱすごかったし、うん、で他の選手と見てて、やっぱちょっとあ、うまいなとか。あれ、この人ちょっと、あれっていうのも、分かったんで、うん、やっぱそういうのもあるんでしょうね。うん、初代チャンピオンですよ。でも、これ。いや、それですよ。ねすね、いいですねす。スケボーキングだもん。<laughs> スケボーキングで。で、なんかインタビューも可愛かったの、わかります。 なんか金メダルとってどうですか重さはみたいな言われて1トンありますみたいな <laughs> 12歳だなと思ってそ,うなんかそれが逆にもうすごいなと思ってこの,この子ややっっぱこうやって小学生みたいな中学生みたいな会始なのにその本当にその競技になったらめっちゃ大人っぽい顔してやってるから。 いやちょっと尊敬しましたねまこう間違ってちょっと変な着地の仕方したときはなんか笑ってたよそうそうだからそれがすごいですよねこの俺だったらもう冷や汗かきますよう。もういつものああったあったあったもう多分2回目から滑れないですよ最初の滑るのすらできないですからねさあ円楽さんからユージさんが出たらワンチャンあったかもだってユージさんもスケボやってるんだなやってますからね めっちゃかもう髪なびかせてるです,する表現力なのかの <laughs> 点数あるか分からんけど、うん、でもユうジさんだったらさあの他の人がやる技とかじゃなくて自分の技作り出しそうじゃない <laughs> なんかそういうああいうなんていうのああいう見せる競技じゃないというかああいうシじゃないですかまずトリートメントから,うから <laughs> まずなびかせるように <laughs> そこもその採点してもらうように <laughs> いやいいですねさああとはですね 他にも来てますね自動車のドリフトもオリンピック競技になるかもねとかもいやまおそらさんからやっぱ今もういろんなのが競技になってるじゃないですかまあねそうそうそうだからそれこそ今回からっていうのも結構多いじゃないですか新しいのが何個かあるんだこのスケボーも新しいやつそうそう新しいサーフィンもサーフィンサーフィン日本人2位でしたねあれ見ましたえぐいんですけどちょっと本当に台風が今近づいててちょっと決勝早めたみたいないうのもあったんですけどいやもう 元サーファーからしたら本当に <laughs> 忘れてた。忘れてました皆さん。僕もそのサーファー目線で見てたんで、<は>いやもうえげつないですね。いやいや本当に。しかもまああのルールも結構面白いんですよね。うん、やっぱ国際大会まあみたいな感じでやってはいるんですけど、うん、25本波に乗れるんですよ、うんで。好きな波に乗るんですけど、うん、この。 場所によよっってどっちが優先権とかあるんですよ、うん、だいい波が来た時に優先権にいる方が先に乗れるとかもあるんですよ、うん、でもあっちの選手が譲ってくれたりして<ー>そ,うそれでその波に乗っていいカットバックみたいなのを決めたりしてたんですよえまあんていうの、まあ、もうまあ要はちょっと乗りづらい場所だったとか、はい、波はいいんだけどここから、うん、乗ったらちょっとまあ要は短いとかいうのがあったりするんですよだから先にもうそっちを乗せてあげた方が まあ、スムーズにいきそうだなみたいな。あ、それは紳士的な考え方で、もうやってるみたいな。え、もうだから、逆に下手くそな人の方が、そんな考えずに行くんで。もう和歌山とか行って、俺みたいな奴らばっかの時、や、分かったですからね。みんながぶつかりそうになるっていう。そう、のとこもありますんで、でも、本当にすごかったですね。なんか、この、なんてですかね。漫画で見るような、波の上をシャンって飛んで、回転したり。 みたいなやったりとか波のトンネルウェーブトンネルみたいなの間をすり抜けてきたりとかちょっとサーファーの人に聞きましたみたいなインタビューしましたみたいなのだったらこの場所であれしてる人見たことないですよとそもそもそういう波が出ること自体が少ないのにそれを見極めてそこの間に入って出ていくっていうのがすごいですって言って。

はい、メールアドレスオリジンアットマーク、FMNHA.JP、すべて小文字で ORIGIN at m マ FMNAHA.JP です。それで、いつもシムです。シムです。78.0 シママース本舗株式会社青い海沖縄の塩づくりを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきましたこれまでもこれからも「おいしい」の起点にシママース本舗株式会社青い海 Mm-hmm. 7月28日水曜日17時22分を回りました水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております、はい、CM の間にやっとプリン全部食べました美味しかったですか僕はまだ半分ぐらい残ってますね食べましたありがとうございますお食事タイムですからね <laughs> もぐもぐタイムですから <laughs> CM 中は <laughs> さあということでですね、えー、今日はもうね、熱戦繰り広げられてるオリンピックの話題をしているんですけども、うん、他にもあれあったじゃないですか柔道 うん、見ましたあの安倍兄弟というか、ね、安倍一二三選手の阿部詩選手の同オリンピックで兄弟金メダルっていうのが初みたいな、うんうん、そう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 、うん、もうあれめちゃくちゃ感動したというかうわちょっと鳥肌立ちましたね柔道は結構ちゃんと見てたんですよその2人のやつは結構見ててその阿部一二三選手うん、うん、お兄ちゃんの方が その代表決まるかどうかの時が本当に接戦でもう一人いたんですよ。でこの人と本当に死闘を繰り広げて二十何分本当に試合して、うん、それで安倍一二三選手勝ってオリンピック出場を決めたんですよ。でそれで金メダル兄弟で金メダル取れてるからうん、うん、なんかちょっと漫画みたいだなと思ってなんかすごくないうすごい。 妹の詩選手から取ったんですけどものすごい多分プレッシャーだったと思うんですよ同時に金ってもうあれもちょっと悪いなと思ったけどテレビの最初からも書いてあるんですよ準々決勝ぐらいからさ兄弟同時金になるかみたいなまだどっちも決勝も行ってないんですよなのに金になるかみたいなあれちょっとプレッシャーすごいなと思いましたけどね本人はそんなプレッシャーかかってなかったって言ってましたねお兄ちゃんがメダル取った時すごい何ていうんですかね 自分金メダル取ってない人みたいな喜び方してるというかわ <laughs> <laughs> かりますなんか本当に家族として見に来たような喜び方してるからいやすごいなメンタルすごいなと思ってちょっとあれ感動しましたね柔道とかどうですか見てました、うん、柔道はねなんかガッツリはちょっと見てなかったんだけど、はい、でもこの優勝の瞬間はありました、はい、ああ、うんうん、この取る瞬間というかあれもすごいですね、うん、うん。でまたこのフランスの選手とかブラジルの選手とかもめちゃくちゃ強いですね、うんうん、そうですね 振りり回されてましたもんねねややっっぱぱ違うであとはんかちょっとまあ僕注目してたのはやっぱり海外の選手柔道してる選手体のどこかに漢字の入れ墨入ってるっていうやっぱ家族ね家族みたいなのが入ってたりとかそれがこうチラチラって見えるとやっぱりあこの日本の競技みたいな風にやっぱり思って。 そのやってくれてんだなっていう。やっぱ日本好きなんだろうなっていうのもあって、ちょっとそれも嬉しかったですね。そうそう、そう、そう、柔術も多いよね。あ、そう、柔術って書いてある。だって、そこでファミリーって書いてあった。ちょっと嫌じゃない。柔道の選手がファミリー。まあいいけど、やっぱ漢字で書いてある方がやっぱより強く見えるし、うんなんかちょっと嬉しさもありましたね。さあというので、さあ、あとはどんなの？あおそらさんですねえ。イトリフティング男子。 涙が止まりませんでした糸数選手っていうのも来てますねこれ沖縄の方ですよね,ね,ね,ねでですねえっとメールが来てるんですけども、うんえー、こちら五本指さんですね、はい、ええー、万代さんは糸数の直の先輩じゃない五本指でしたっていうのを書いてあって本当、ね、に万代さんって上取りして,てうそうですよやってたんですよあ、そうなの重量上げの方ですよ本当に <laughs> そうなんだそうじ,ゃじゃないとやらないからエア <laughs> 重量 持ちギャグだと思ってたあれ <laughs> いやせア柔道専門家なと思った <laughs> いやじゃあ,あ俺のエア剣の見た感じであっち <laughs> 専門家エア重量上げの人だと思ってたんだ、うん、本当にやってたんですよ一応、うん、<日>あそうなんだそうそうでじ家のまあ本当にあの何んですか先輩後輩じゃないっていうのが来てましたね、うん、でも五本指さんも確か万代さんのじ家の先輩じゃないかな、うん、あんま、えーうん 奥ああの方うのまあ一緒の地域みたいな言ってたんで、うん、だから萬麗さんは高校が一緒とかでさらにこの部活とかも先輩ってことなんですかね何なの。 見て興奮したかなやっぱり一緒に上げてそうじゃないでも一緒に上げるときにエアこっちはエアでテレビの前でエアで上げて糸数選手が上げきるまで直の後輩のみんなが先輩はエア重量上げてもしかしたらこの糸数選手が持ち上げ切れたやつは萬大さんのパワーがあったかもしれないしそうそうそうっていうのあるかもしれないんでねいやすごいですね沖縄でこうやって。 ねか、ね、にもい,いたんじゃないですかね、なんか団体競技かなんかで家族が応援してるみたいな特集とかもしてましたね、ハンドボールだ、ハンドボールだ、ルだ<ー>そう、にもい,あのいますよっていうのありましたね。えー さあ,あとはむさんからプーキーの一つ先輩ってできてますね、うん、<laughs> えー、と糸数さんがプーキーもなんかやってたんだよねその<っ>プーキーはや実際に多分やってたんで、ね、い,いやいや,いやプーキーはで<ー>マンーさんもやってたわけよ <laughs> まだ疑ってるでしょ <laughs> 俺のサーフィンぐらい疑ってるでしょ <laughs> マンーさんの中にはい,い, <laughs> いや一緒ぐらいだなじゃないの、ね、マンーさんちゃんとやってるからあ<ー>さあ えー、あとはあれですね円楽さんから、うんえー、オリンピック見てないんだよなってよくわからんアピールしてくるやつ寒いけどなんかわいいよなって来てますね <laughs> <laughs> かわい,いのあ、まあ、でも確かにいますよねあのオリンピック見ない宣言してる人、うん、いるんだそんな人い,いますね、俺もともとテレビ見ないからみたいなオリンピック始まってんのみたいなオリンピック見ない自分がほ他の人と違うよみたいな。<laughs> <laughs> いいじゃないいいいじゃな金メダルあげましょうその人にもそうそうあとはですね前のオリンピックはメダル取った選手だけパレードなのでみたいな辛いっていうのをきてますねああメダル取った選手だけじゃなくてみんなパレードに混ぜてほしいですねそうですね頑張ったんだからいやでもどう自分がさ一回戦でねほたの人はメダル取ってるのか自分だけ取ってないのってちょっとねまあ一人じゃないでしょ別にメダル取ってないのまあでも確かに分かりますよ柔道とかもさ 今結構な階級でメダルとってんのに一人だけじゃメダル取れんくてさ柔道の中で手振ってさちょっとね悲しさはありますよねはいはいはいまそんなことないんだけどねオリンピック出れるだけですごいからねいや本当すごいですよねそうそうそう出るだけで金メダルよあらいいこと適当なこと言って適当なこと言って本当にさああとはあれですね伊藤美誠選手が今4強進出してるとか個人で 個人でですね、ちょっとネタバレなるか、大丈夫か。いやいや、そんな、貯めて見る人いないでしょバラらばしてもいいんじゃない。さすがにこの、もっとね、なんかあれだったら、四強だったら、まだいいんじゃないですか。優勝とかじゃ、ではないんで。ダメなんですか。いやいや、さっきからずっと優勝の話ばっかりしてるけど、一応。ああ、まあいいか。録画して、後から見ようと思ってたのに。ああ、そういう意味。ああ、まあ、なんか、サッカーの試合とかの。 そのすぐにばらされたくなかったとかはあれだけど、うん、もう何1日経ったりしてるんでさすがに見てるんじゃないですかしかもネットとかでもすぐヤフーとかなとか速報とかくるからそれもすら見ずに頑張ってる人がもしれないたらそんな人はこのラジオ聞いてないから <laughs> 安心してください <laughs> このラジオ聞いてる人はチャットもテレビも見てるし <laughs> 僕らより結果知ってますよ多分<ー>そうネタバレにはならないですからねうん、うん、さあということで、うんまあ、あとは あの侍ジャパンも今やってますね。野球とか見ますか。僕はあ,あんまだから知らんかったんだよな、侍ジャパンが今どんな選手がいるとかあ。あんまり見てないですね。ですよね。でもね大谷は。何来てるってこと。いや、だからさ、大谷はまだあのアメリカにいるんで。<ー>日本代表には選ばれてないはずです。アメリカでぶん投げてる。ぶん投げて五勝目と。なんか三十六本打ってますよ。うんうん すごい58本ペースだそそううですよ <laughs> タフィーローズやんもうそうだからもうおあれですよもう大谷一人でオリンピックやってますからオリンピックより大谷で盛り上がってますからね今年はすごい大谷さんですね大谷さんあれすごいですよねうんうだから大谷オリンピックぐらいこのニュースで取り上げられるから一人ですごくない, <laughs> す<ご>いそうそうそうっていうのもありますけどまあ大谷選手もねこの注目はしてるんですけども <うん S 1> さあ,あとはなんかあのボートがすごいボートというか。 なんか激流下りみたいなのあるじゃないですかボートであれが結構すごいらしいんですよ今のあの下も金取るだろうみたいな人がいるんであれがすごいなと思ってあれルールちょっとよく分かんないじゃないですかなんか日本の棒の間を通るみたいなあああれか好きのモーグルみたいなそそそそうううやつを川でカヌーみたいなそうそうカヌーかなカヌーのやつで激流滑りみたいな感じでものすごい激流のあの間を通んないといけなくてで 赤い棒があるんですよ、うん、赤い棒は逆から入んないといけないらしいんですよだからすあの逆流の中を、うん、あの逆向きに進んでその赤を通ってまた反転してあの進んでいくっていうだ、まあ、一周しないといけないというかうあれすごいもう見ててやばいですねちゃんと進んでるんですよ激流の中しかも最小で通るようにちゃんとなしてるんですよあれすごくない,すごい、ね あれがだからまあすごいなと思うみんな飛び猿みたいな腕してるそうそうそう足みたいな腕してますからあの辺ちょっと僕注目して野村さんみたいな腕してるね見とこも懐かしいなそうそうっていうのとかあとはアーチェリーとかアーチェリーもすごいですねあんな正確に飛ぶあんたにと思うないでもあの高宮城先生が言ってたよ高宮城先生がほうほう ピストルとかよりああの弓矢の方が怖いってあなんでなんでだ正確そっちの方がはははは三十メートル二十三十メートル離れたところはなるほどそれよりは弓矢の方が怖いって言ってピストルで撃っても要はその反動とかその軌道で一ニメートルとかだったらピストルが一番強いけど二三十メートルだったらもうアーチェリいうか弓矢の方ががもう正確なんだうわそうなんだね高宮先生高先生宮先生うん。 まさか高宮城先生の話を今聞くとは思わなかったけど <laughs> アーチェリーの話でそうなんだ、うん、いやだから俺見ててもうびっくりしましたもうプレッシャー半端ないだろうなと思ってあの時間限られてる中で10点とか9点にもう当たり前のようにみんな入れていくから、うん、なんか8点に入れただけでも解説からああ失敗しましたねみたいな <laughs> いや的に当たってるだけすごいでしょうと思うけど <laughs> そ,うそれでも本当にもうど真ん中にさせていきますからねうん、うん、あの人たちは。 いやすごいですね難しいのかなあれいや難しいですよやっぱり簡単そうだけどなやってみたいよね案外力使うよね多分強いもんねこの支えてで風とかも計算したりとかで毎回同じように打つみたいなそうで要はちょっとずれたからちょっとこっちに何ミリずらそうみたいなっていうのをやったりするらしいんですよだからあんだけ正確みたいなじゃあ俺と一緒だなああねなんか好きそうだな 軌道修正の仕方歩くときもあれちょっと今1ミリずれたるなってって1ミリ補正して歩くから俺はもっと補正する場所あるよ、お前は歩き方じゃなくてもっとずれてる場所あるから歩数が合わないと合わせたくなるからその考え方がもうずれてますからもうちょっとちゃんと合わせてくださいね。さあということでですねメールの方来てますねちょっとオリンピックとは関係ないんですけどもはいさイつともです、今日は土曜の丑の日ですよね。マイナー マイナンバーポイントが結構、えー、もらったので、うんえー、家族の分のうなぎ弁当を注文しましたこれからホットモットに取りに行ってきますうなぎうなぎっていうのは来てますね、うん、うなぎどうです好きですかうなぎ好きですよ僕も好きですね、はい、どうですかあれタレが美味しいんでしょか,かば焼きなのか炭,炭火焼きなのかな、ね、そう言われたらどっちもうまいからじゃあかな 結構ねちょっと東京で食べたことあるんですけどめっちゃ美味しかったですよ炭火はキツナそんなにタレはあんまりついてないかなって感じですねいやいいですよねうなぎでもうまいんじゃないでも美味しい場所とまあそうでもない場所あるんかなって言いますよね僕も静岡ちょっとまあ旅行一回行った時に食べたんですけどめちゃくちゃふっくらして美味しかったですねでそれをひつまぶしにするみたいなだから最初食べ方全然わからないから そ結構がっつりいっちゃって、うん、で先輩たち結構すなんか半分残したりしてるんですよ、うん、でそこからあのお,お茶入れるみたいなだし入れるみたいなクソと思って、ね、<laughs> 先に言ってくれよと思ってこの割合をあのセンス感じられるのお前好きだからな <laughs> そうそういやもうセンスセンスだと思います <laughs> だから まあその自分の無知をちょっと恥ずかしくなったというか、なんかさらにその後もこうやって食べるみたいな、あの薬味を次に入れるとか、先にその出汁だけで食べるとか楽しんでるんですよ。もう俺その楽しむ余力がないぐらい食っちゃったんですよ。そういうのしたいよな。そうただただそうだからマングさん結構そういうのするタイプなんですよ。うまいというか先に気づいちゃうタイプ。もう最初の方であこれ出汁も入れて、最後薬味入れて、こうやって締めようみたいな考えてるんですけど、俺とりあえずうなぎだ美味しそう食べて、でマングさんが やりだしたら「お、俺もそれやりてえ」の頃にはもう遅いんですよだからまた次行った時にはそれやりたいなみたいな <laughs> そうそうやって学んでいくんですねでもあれあの難しいのが「うん、あのうなぎじゃボン」で出てくるさ。 一口食べるさあれこれはお茶にした方がうまそうだとってお茶入れるさもう台なしあ最初のもっと半分ぐらいいっとけばよかったけてなるほどね器を別にして大体半分食った方がいいなるほど半分は食った方がいい大体は結局まあ美味しいからねその状態でだから後悔するよりはまず半分食って試した方がいいわけだいいこと言いますねなるほどね ああいうの試せるようになりたいんだよなさりなママさんからです私はうなぎが食べれないのでスーパーに売っている魚のすり身で作った偽物うなぎを買ったので晩ご飯に食べますとちなみに主人はうなぎ食べれますということでうなぎじゃなくていいんだうなぎの日だからかそうそううなぎの日だから要は偽物うなぎにしてそれにうなぎのたれを塗って。 あのタレが美味しいですからね,ね実は俺も,、ね、ちちもううなぎってみんな言うじゃないですかうまいうまいってで高いしはい、はい、高価なものってでちっちゃい頃俺もそれ言われて食ったのよはい、はい、そしたらうなぎっていっぱいなんか棘あれがあるさ、うんうん、骨が、うん、で,でもそれみんな食うんですよね食食、うん、食う食う,食うそれがめっちゃなんか刺さってて。うん <laughs> もうイライラしてそれどころじゃないんだうなぎの美味しさよりこの小骨の方が気になるお前ら針食ってるんかと思ったサボテンでも食ってるんかっつってそんなに入ってたそんなに俺に刺さったのよでもあれ普通あんなんだったら刺さらんでさ飲み込めるさなんかね喉がちっゃいかあの時骨が丈夫なカルシウム満点なうなぎだったんだと思う でも一回そういうの食べたらなんか次食べる時も怖くなってそうなるんじゃないかってまあよかったよかった <laughs>、うん、美味しいのはねもう骨柔らかいですからね、うん、そうなそうそうそう今食ったらあれ全然別に気にならないぐらいだなははで食べれるみたいなやっぱりあの時は <laughs> あの時のがじゃあよくなかったんだ、うん、僕はあれですねあの地元のお祭りで土壌祭りっていうのがあってあの田んぼの中で あのまあ、ドロンコバレーとかすするんですよ<ー>でそのドロンコバレーとかをしする前に一回この要はその泥の中にうなぎを大量に放すんですよ。うん、で子どもたちがとか大人がそれの中に入ってうなぎを捕まえるんですよ。手づかみでうなぎの手づかみで。でそれを手づかみして、まあ、要は事務局みたいな、うん、そういう場所に持っていくと。 そうそうまあ自分が捕まえたのをさばいてくれてるわけではないんでまっ違うのあ多分違うまあでもなんていうのさばかれてもうすぐに渡してもらえるんで、うん、<っ>用意したやつだそう用意したやつでもまあだから俺がやったのはさばいて違う人に行くんじゃないかなそうっていうふうにやってて、うん、それはだからその時食べたのはめちゃくちゃ美味しかったですね、うん、そんなのやりたい俺もめちゃくちゃ面白いですよ そからドロンコバレーもの田んぼの中でバレーをするんですけど結構白熱するんですよだから飛び込んだりしやすいんですよ泥だらけだから痛くないしかといって足がぬちゃぬちゃするからなかなか取れないんですよ滑っちゃうそうそうそれで取れそうなのにこけたりして顔面から行って笑うとかそういうのあったりして田んぼで作業とか田んぼで何とかってやったことないからえあります でもあんリーさんありな。なんで？いや、<laughs> いつの人だと思って <laughs> <laughs>。なんでいつの人だと思って。<laughs> なんてのこう保育園とか幼稚園とかああいうところで<あ>なんてのこう体験みたいのはあるけど、ああ合わないな。そうなんだ。 うん、もう僕はもう高校3年生まで実家の田んぼで稲を作ってましたので毎年のようにもう嫌でしたもん田んぼに入るのがまた今年も夏来たみたいな家家家業業業やん家業 <laughs> 夏休みの3日間は絶対取られるんですよそれにだから部活で3日間だけ休みとかあるんですよあのそれ以外全部部活ですよ作家の部活があるけど3日間だけ夏休みを堪能していいぞとその3日間が稲刈りなんですよ遊びに行けないもう地獄ですよ 稲葉はイライラしないですよ。<laughs> そこまで恨んではいませんので、今ではいい体験だったなと思いますね。というのがあったので、まあ、土曜の丑の日ね、皆さんね、うんえー、うなぎ食べて。 元気をつけてくださいさあ大喜利に行きましょうか本日の大喜利のお題ですねもう全くうなぎとか関係ないですけどこんなグラビアアイドルは嫌だどんなのこちらでございますちょっとね最近難しいお題が続いてからシンプルなのそを出してみようかなと思ってはいこちらのツイキャスメールで募集しておりますメールアドレス origin.fmnaha.jp すべて小文字で O. R. I. G. I. N. アットマーク F. M. N. A. H. A. ドット J. P. です。ちょっと今、あの、急ぐしかしの俺さんから、このコメントを来てて、田んぼがあると原付で落ちるよねって書いてあるんですよ。<laughs> これ、結構落ちます<笑><笑> <laughs>。この、あ、この、や、ないだろうみたいな、うんい、ない人は、まあ、俺さんもボケで書いてるかもしれないけど。うん、落ちた人もいるし、うん、うちのばあちゃんも自転車で、この。 よっこらせって言って横にこの何ですか足つこうとしてそのままたまに落ちていたことありますねその穴が開いてるから溝があるからそうそう溝があるからそこにそ,うそ,そこに足入れてそこには道はなかったそう道はなくてそのまま畑に落ちてびっくりしたことありますね <laughs> <laughs> そうっていうのもこれ結構あるあるなんでねさあありがとうございますじゃあそれではいでー、はい、ありが CM でざいますか F. M.、FM, N. H.。島マース本舗、株式会社青い海。沖縄の塩作りを復活させたい、という思いから、皆様の食生活に寄り添ってきました。 これまでもこれからも美味しいの起点に島マース本舗株式会社青い海。国際民謡とヒップの内野口の今日のテーマはこちら。ミートゥンダーオーエーミートゥンダーオーエーはいミートゥンダは夫婦オーエーは喧嘩つまり夫婦喧嘩やってみようガシャンガシャン,ガシャンドバリンドバリンド 足うるさいなピンポーンすいませんちょっと静かにしてもらえませんミートンダですけど何かいやさっきから、うん、ミートンダをえやめてもらえませんかごめんなさいあのねちょっと周りのことも考えてもらえます夜中の3時ですよお前なんかの3時とミートンダの3時は一緒にするないや一緒だろお前なんかの3時はミートンダで言ったら3時20分だなんで20分早いば本当にごめんなさいミートンダ風に謝るわごめんトゥンダお前完璧ふざけてるよな 言っとけど、お前なんかのミートンダー o せいで俺大学受験失敗したんだよ。逆にミートンダー o のおかげで、元気と勇気をもらいました。大学合格しましたという声をたくさん聞いたんだが。 えー、7月28日水曜日、えー、17時43分もありました水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております。それではコーナー行きましょう。うん、大喜利クエスト、D。X、ディエクス。雪ノブヒップアップ。あいや。<laughs> <laughs> ちょっとなんかアレンジが効きすぎてたな。<laughs> あいや。<laughs> いやいいで、ね、ブルースリーみたいなの出てきてたからな。雪 <laughs> ノブじゃなくなってたんだ。<laughs> <laughs> これの言われてたらウケるけどな,なんか最近ギャグ変えましたみたいな,な <laughs> おうさあというわけで、えー、こちらのコーナーはですねリスナーさんの中から本日、えー、大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます、はい、本日のお題がこんなグラビアアイドルは嫌だどんなのこちらでございますまずですねツイッターの方来ているのでツイッターから読みたいと思います、はいえー、こちらツイッターネーム万代です万代さあ行きましょうこんなグラビアアイドルは嫌だどんなの水着がつぎはぎだらけ あー貧乏なんかなでもなんかこんなんありそうだね憧れたけどな次ハギってあなんでなんかおしゃれに見えるあー確かにあ<ー>おしゃれな人がやったわね、うん、俺だけやるともうアップリケみたいな <laughs> <laughs> もうダフんだなそうダフンダやめてくれよっていうドリ, <laughs> ドリフのな嫌 <laughs> だなってなってましたけどねさあ続きましてえー 地雷メイクを本物の地雷に寄せてるいや怖い丸く書いて<怖>い爆弾みたいな<怖>い違うんだよなそれっていうね<怖>いさあラストですね「ネットの来世占いでグラビアアイドルと結果が出た自分かっこ実は」と何と そうですね、ライさん。万代さんグアア、<laughs> ラさんグラビアアイドルらしいです。重量上げしてとか言われるんですか。重量上げ、アイドル。そうそうそう、重量上げグラビアア,アイドル、まあ、そう考えたら、まあ、見えなくもないか。<あ>いや、見えないわ。<laughs> 全然見えないわ。なんか、テレビの、なんか、な、何かマツコが出てるテレビの、なんか企画で。はい、この爬虫類とかを、なんか、あ。え、何か、貝殻とか、なんか、いろんなアレンジをして。 あのカレンダー作ってる人がいましたね。ああ、あの魚とかですよね。そうそう魚。うんひものひもの,の。釣りの釣りの方。自分で釣ったやつをさばいて、うん。そう 水着にてそそれすすするるんんででででかかちょっっとセクシーななな感じじの貝殻ままががあたたゃいいい魚やだ芸術的結構薄状態うく見えないいぐらの薄さにしてある光だったちゃんと水に見えるしみたいな結構面白い感じのやつですよね。だだんんできてる この間は春、夏ぐらいまで行ったかな。夏まで行ってましたね。夏まで行ってる。そういうこと。そう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 。でちゃんとこの人自分で釣ってるんですよ。そう。その魚をちゃんとあの船に乗って、そう。漁に出て、そうそうそう。行ってるわけ。でちゃんとその美味しくいただくようにもしてるっていう。そう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 。じ捨てる場所が一切ないっていうのが言ってましたね本人が。なるほど。そう。今会いましたね。そういう方もいますね。そうそう。さあ続いていきましょう。次もツイッターの方からいきたいと思います。 えこちらランリーレンさんです。はい、はい。こんなグラビアアイドルは嫌だ。どんなの？グランドコブラツイストが得意っていう。<laughs> それのグラグランドコブラツイストアイドルイアイドルグラグラビアグラビアアイドル <laughs> グラビアのグラがグランドコブラツイストですね。<laughs> そもそもできる時点で嫌ですけどね。<laughs> 分からっけ、ね？どうどうか分からん、ね。<laughs> そういう人もいそうだしななんかなさあありがとうございますさあ続きましてがですねちょっとメール投稿のツイキャス一緒に一緒なんですけどキューク氏かしの俺さんですねがですねこちら自信がなくなったので辞退しますということですちょっとリエさんに大笑わせてご頑張ってください笑わないからちょっともう自信がないので辞退しますそうですお風呂に入ってばっかりだからそう入ってばっかりだからだよちょっともっとお風呂の間も考えて そうまあ多分ツイキャスの方で書いてくれるんじゃないのかな、うんうん、ということでさあいやもうりえさんよく笑うなとか来てますよ、コメントが <laughs> ちょっと嫉妬してるじゃないですかえ俺さんでも笑いますからね。うん、さあというわけで、えー、メールまだ来てるのでメール紹介したいと思います、えー、続きましてがですねこちら5本指さんです、い、うん、きましょう、えー、こんなグラビアアイドルは嫌だ、どんなの自家製麺を水着代わりにしている <laughs> もう魚と一緒ですね。うん、もう もっと変態がな,なんかこの自家製麺っていうのがね。ひらめんかな。<laughs> ひらめんかな <laughs>、えー。続きましてですね。<laughs> 一人称がわきちって,言ってます、ね。わちきじゃなく、わきちって書いてあります、ね。わきちは。わきちって。わきちって嫌だな、なんか。さあ、続きましてですね。うん、こちらが。えー、これですね。 チョメマンさん、よ世界の李鋭さん、大城さん、皆さん、はい、さあ、タッコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーンということで、いきましょう。こんなグラビアアイドルは嫌だ。どんなのえ、脚ガニ股って。いや、いるだろうし、いそうだな、いついいじゃん。まあ、いいけど、ちょっと嫌だね、でもなんか、ガニ股直してほしいな、この、どうにかね、写真の時ぐらいは。さあ、続きまして、口癖がしなすよ。いや、嫌だな。それはだ でも需要ありそうじゃないですか逆にそういう言ってほしい人もいるそうそうそう毒舌キャラというかね沖縄毒舌キャラの方さあ続きましてあだ名がうなぎ犬うなぎ犬ってなんかあキャラクターですねバカボンとかのあるですよね出てくるうなぎ犬嫌だな見たくないなさあということでさあ続きましてがですねあでもうなぎの人かかってるのかな今のは。 なるほどねいいですねさあ続きましてラジオネーム生理正統さんですさあいきましょうこんなグラビアアイドルは嫌だどんなの下半身が馬いやね上半身セクシーなのに下半身馬結構ガッチリしたガッチリした馬でございます人魚系ではないんですそうですね人魚だったらまだ可愛いけど馬は可愛くないですねどのポーズでも可愛くないいいですねいいですね続きまして 非常に霊感が強い。これも嫌だね。あ、ちょっと、もう、いるいるみたいな。でも、今のアイドルってさ、ちょっと口が上手になってきてさ。はいはい、いるよね。やってるやついるよ。でも、多分この方は多分本当に非常に霊感が強いから、あのグラビアの写真撮ったら、必ず写ってます。あ、なるほど。そう、っていう可能性もありますね。そしたら、怖いですね。さあ、続きましてですね。基本手づかみっていうのもありますね。飯食うのも、基本手づかみみたいな。基本のも全部。だそう、いろんなもの、基本手づかみです。ね野生的ですね。 さあ、えー、整理戦闘さんありがとうございました。続きましてがですね、えー、メールの方で、えー、ラン・リーレンです。はい、いきましょう、ラン・リーレンさん。こんなグラビアアイドルは嫌だ。どんなの水着が新聞紙。<laughs> あ、まあ、まこれはこれでまた、<laughs> なんか世相を切りそうな、ね。<laughs> シンプルな。そう、伝えたいことを新聞で水着にするみたいな。<laughs> <ー>ちょっとありそうですよね。ありそう。うん。さあ、続きましてですね。えー ドニー・エンとやり合ったっていう <laughs> キアヌ・リーブスとの共演が決まったドニーさんおめでとうってもうこれ言いたいだけにドニー・エンを出してきてますねキアヌ・リーブスも好きですはい。あきありがとうございますさあ続きまして400戦無敗っていうのが <laughs> そんやうやっちゃ一族グレイシーの一族グーー一族のグラビア,アアイドルですねあ<ー>さあ、えー、ではラストですねえー 中のタムをライバルしっていうのが来てますけど誰かわからんな中野タムが誰かわからんな <laughs> なんだ俺だけじゃないんだいつもの来たないいですねさあ行きましょう続きましてラジオネームカーボンギアです <はい S 1> 行きましょうこんなグラビアアイドルは嫌だどんなのカビが生えている嫌 <laughs> だなこれさあ続きまして風呂が嫌いで救助の洗車機に 裸でで突っ込んよくそれは好きなんだそれはそれは委員会っていうねじゃあ風呂入れって話ですけどさあ続きまして脱ぐと BCG の針の跡があるいるでしょうねでもこれはいるでしょうね僕ないんですよね私はまだあるあるんですねこれあってもいいじゃないですかって話もうさあ続きましてねばねばしているこれも嫌ですねでラストですね えー、日曜朝一とペイデイセールには卵を買いに行くっていう。まあ、い,いるでしょうね。まあまあねそう、生活を切り詰めないといけない人もいますからね。さあ、メールは以上でございます。はい、あとさあ。続きまして、ツイキャスいきましょうか、うんえー。これにしましょうかね。うん、うっちーさんのこ、いきましょう。はい、こんなグラビアアイドルは嫌だ。どんなの。全く服を脱がないっていう。<laughs> 全然撮影、全然撮影始まらない <laughs>。全く服を脱がないんですよ。 いやだなあまあでもそれはそれでまたいいんかなランリーレンさんいきましょう、はい、こんなグラビアアイドルは嫌だどんなの体臭が臭いっていうの <laughs> シンプル伝わらないけどね <laughs> カメラマンからしたら嫌だろうね,うろうねこっちには伝わらないけど、うん、さあ続きましてですねウッチーさんいきましょう、はいえー、こんなグラビアア,アイドルは嫌だどんなの年齢が95歳 <laughs> まあこれもねこれもですねまあ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 、まあ、でもそういう人もいますよね綺麗な ね、95, 歳95歳とかもいますからなそうさあ続きましてラン・リーレンさんいきましょうこんなグラビアアイドルは嫌だどんなの脱いだら電流爆破のやけどがある <laughs> やってんな <laughs> 一回やってんないいですねさあ続きまして円楽さんいきましょう、えー、こんなグラビアアイドルは嫌だどんなの手首が傷だらけ <laughs> 気使うなあ <laughs> やな、いややんでるのが本当ですね。やめていいかな。そうですその子。さあ続きましてですね。ウッチーさんいきましょう。こんなグラビアアイドルは嫌だ。どんなの？好きな食べ物がナベラウンプシ。まナベラムシ。ウンプシ。どうなんですか。どんなやつですか。ナベラウンプシ。あのあれです。あのヘチマの味噌煮です。ああいいじゃないですか。いいですね。さあ続きましていきましょう。しばひろさんいきましょう。 えこんなグラビアアイドルは嫌だどんなのよく見たら綿抜きかなだって書いてあります <laughs> 好きだねいいだ本当に好きだねあとアーリーも書いてるんですよ <laughs> 好きだね本当に <laughs> 柴博さんはさあじゃあ円楽さんラスト2いきましょうか、はいえー、こんなグラビアアイドルは嫌だどんなの、えー、ククが言えない三の段ですでに怪しいっていうのが来てますね早,早いないいですねじゃあラスト万代さんいきましょう、はいえー、こんなグラビアアイドルは嫌だどんなの 服飾がハッカー <laughs> いいですね。スパイ系でございます。うん、スパイスパイグラビアですね。はい、さあというわけで以上でございます。さあ、はい、では本日の MVP をマンゴさんお願いします、うん。今日も特別にお前にその権利はあげよう。<お> <laughs> じゃあもらいましょう。はい、さあそれではですね、えー、これにしましょう、はいえー。こんなグラビアアイドルは嫌だ。どんなの、えー、MVP は、えー、ラジオネームセイリセイトンさんの 下半身が馬<ー>い,いいですねすはいこちらでございますこれはもう嫌ですからねそれは嫌ですよ本当に人間だったらいいんだけど、うん、馬は嫌ですね,そうですね気になって勝っちゃうけどね,ねいや勝っちゃうかな、うん、上がグラマラスであればあるほど嫌ですからね下が馬なのは、ね、さあというわけで、えー、本日の MVP はセリセットさんでございましたおめでとうございます,で,いますでは来週のお題発表したいと思います、えー、来週のお題多分自分だけだろうな あなたのオリンピックの注目ポイントを教えてくださいこちらでございます多分自分だけだろうなと思うようなことを教えてくださいこちらでございます、うん、はい以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした、うん、さあというわけであと1分でございます何か告知等は大丈夫ですか 告知はは大丈夫でです先週土曜日、ライブ見に来てくださった皆様、ありがとうございました、また8月の第4土曜日に天むすで予定しております、このままだったら、ですねまたこちらの方よろししくお願いいたほう、結構皆さんから馬、よかったね、面白かったそう俺さん、ちょっと次、帰ってきてくださいよ、理恵さん、待ってますからね、理恵さん、お風呂、入ってる場合じゃないですよ。 さあというわけで来週もよろしくお願いいたします、はい、えお送りしたのはリクエストチョメナスケとリクエストマングーソーシロと劇団和田金城リエでしたバイバイ頑張れ日本